ケオリス・ダウナーはオーストラリアに本社を置く各地の都市で路面電車やバスなどの運営を実施する民間の公共交通事業者である。フランス国鉄も資本参加を行うフランスの公共交通運営企業のケオリスと鉄道車両の製造、改造や鉄道インフラの管理を行うオーストラリアの企業であるダウナーレールの合弁企業として2009年に設立された 公共交通機関の運営を実施する民間事業者。発足した同年にメルボルンの路面電車の運営権を獲得して以降2020年現在までオーストラリア国内で多数の路面電車やバス等の運営を担当しておりその規模はオーストラリアの公共交通運営企業の中で最大となっている。そのうちバス事業に関しては2015年に オーストラリアントランジットエンタープライズを買収する形で参入しており、その路線網や車両数は世界の公共交通運営企業の中でも非常に大きい。本社はシドニーに位置しており、2014年には同都市を運行するシドニーライトレールの運営権を獲得すべく各国の企業とコンソーシアムエリンクを組んだが入札で落選したため、2020年時点で シドニーの公共交通機関の運営には携わっていない。ありがとうございます。